にちは、南美穂です。今日は2022年ベストスキンケアを発表したいと思います。イエーイ。それでは早速始めたいと思います。ぴょん。早速クレンジングから紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、こちらです。クレンジングオイルのイージーピージークレンジングオイルってやつです。ナンバーズインの1番ですね。これはね、ナンバーズインは私が一度美容液を紹介してたと思うんですけど、あとトーンアップクリームとかで、その中でもクレンジングオイルは結構低刺激なものを私重要視してて、でも結構しっかりアイメイクだったりとかメイクが落ちてくれる洗浄力もあるクレンジングオイルを、まあ、重要視してるんですけど、その中でもこのナンバーズインはすごく低刺激で、まあ、お肌に優しいし、あとメイクもしっかり落としてくれるのでめちゃくちゃいいです。洗い上がりはもちっとしっとりしつつもさっぱり系なので、そこが私は気に入ってます。クレンジングオイルは、まあ、オイルオイルっていうイメージがあるので、すごいしっとりしすぎのやつあんまり好きじゃないんですけど、結構ねさっぱり系です。でもしっとりしてるので、まあ乾燥もあんまりせず、そこもおすすめポイントなんじゃないかなって思います。で、まあ厚い分厚い化粧をした時はミルクタイプのクレンジングフォームをするんですけど、イプサクレンジングモイスチャーフォームです。ナイトルーティーンとか、まあ、いろんなところで多分私が使ってるとこを見たことがある方がいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな感じのねミルクっぽいタイプになってるんですよ。でこれが全然乾燥せえへんし、でしっかり化粧の残った汚れも落としてくれるっていうところがお気に入りポイントです。本当に乳液みたいなテクスチャーなので、浸透力っていうのも洗浄力もいいし、でイプサはね洗顔フォームを使ったことがあるんですけど、まあこっちの方がトーンアップクリームだけ塗った時とか日焼け止め塗った時とかにもこれは落とせるのでおすすめです。値段はね2500円なんですけど結構コスパがいいんですよ。長持ちします。どれぐらい使ってれろ、2ヶ月目ぐらいですね。でもまああとちょっとしかないんですけど、なのでまあお値段もコスパもいいんじゃないかなって思います。次洗顔なんですけど、酵素洗顔パウダー、これ見たことあると思うんですけど、皆さんこういう風な小さいものが入ってます。酵素洗顔なのでこうパウダーで出てくるんですけど、私はこれを、まあ、週1、2回かな、スペシャルケアみたいな感じで使ってますね。あとはこうサウナだったりとか旅行先でちょっと小さい洗顔プラスこういうのを 2,3 個持って行ったりします。でこれは毛穴の黒ずみ汚れ、角栓とか、まあ、洗うたび透明感アップって書いてて、まあ、角栓とかですね、こう結構泡立つんですよ。ここにバーってやったら水ここにいっぱいになるまで入れてサッてやって混ぜたら結構ブワーって泡立ってくるんですけど、それをスチーム当てながらゆっくり優しくマッサージしたり、そういう風な使い方もできます。突っ張りはせんねんけど、どっちかっていうと本当にもうさっぱりって感じです。黒ずみとか、あと透明感もちょっとアップする気がします。そうだからこれはおすすめで、これもねなんか黒いタイプとかもあんねんけど、どちらもおすすめです。まあスペシャルケアにいいんじゃないかなって思います。毛穴ケア。次化粧水いきます。まあ3種類お肌別にちょっと分けてるんですけど、まず敏感肌、乾燥肌の時ですね、クレスクバイアスタリフトジェリーコンディショナーです。こんな感じでもう見た感じで分かる通りゼリーみたいになってんやんか。ゼリーみたいになってて出したらこんな感じやねんけど、バーって伸ばすとみずみずしくなるんですよ。すごないこれ。めっちゃ良かったです。ね、良かったよね。これ私マネージャーさんがすごく敏感肌プラスすごい乾燥肌で、でもちょっと皮脂タイプでもあるのかな、うん、で混合肌って言ったらいいかな。でそうなんですけど、おすすめしてあげたらすごい気に入って、もう一回その時にそう、ね、使ったじゃないですか。朝までしっかりしてて、そうすごいめっちゃいいって言ってて、そっから買いました。はい。まだ私はこれをちょっと肌が荒れ気味だなとか揺らいでるなっていう時に特に使ってます。こういう感じのね、私みずみずしいタイプも好きなんですけど、こういうなんか不思議なねちょっとねとろっとしたテクスチャーもすごい好きなので、そういうところもお気に入りです。で2本目はじゃじゃん、これです。美白ですね。ドゥオーガニックエクストラクトローションラディアントです。これはもう私が結構トーンアップしたなって感じるポイントが、コスメキッチン の撮影の時に行った時に購入したんですけど、私がこう沖縄行ってちょっと焼けた時にすぐ戻したいって思って、この
化粧水とあと美容液も使ってみたんですけど、戻ってきたかもって感じるのがすごく早くて、心なしかすごい肌荒れも減った気がします。で、なんて言ってもまあちょっとトーンアップ効果、美白効果をすごく強く感じたので、今回この化粧水を選びました。で、この美容液もめちゃくちゃおすすめです。で、テクスチャーとしてはすごいもうみずみずしいタイプです。もうウォータータイプっていうのかな、もうこんな感じの、お、ほら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 、もうすぐこうバーってこぼれちゃうようなみずみずしいタイプなんですけど、これがね、さっぱりしててすごい気持ちいいです。で、私は乾燥肌でもあるので、くすみとか気になる時はこの化粧水と美容液は同じやつ使って、クリームとか普通に保湿系とか、あと敏感肌系のクリーム、鎮静系のクリームを使ってました。でもこの間こうコスメキッチン行ってんけど、韓国の友達と。で、これ以外にも3種類あるんですよ。で、これが特に美白で、もう一個も敏感肌用さんのもあって、まあ、いろんな肌タイプの人でも使えるんじゃないかなと思います。だから自分のこう肌のタイプを相談してみて買ってみてください、もしこのブランドを買うとしても。ラストはこれなんですけど、ポーラ BA ローションイマースってやつです。保湿化粧水って書いてるんですけど、本当に毛穴ですね。私は一番毛穴を実感して、で、これまあちょっと肌に合わない人も多分個人差があると思うんですよ。私の母とかも肌が弱いんで、最初はピリピリするわって言ってたけど、使い始めてきたら慣れたりしたので、肌弱い方も使えると思います。で、気になるこう角栓だったり鼻の毛穴とかに私は一番効いたなと思う。で、これも若干まあ毛穴とかに効くから、トーンアップ効果もあって、肌もねパーって使い続けたら明るくなる気がするし、まあ、テクスチャーは普通にこれもみずみずしい感じのテクスチャーなんですけど、めちゃくちゃいい匂いで、私匂いも気に入ってて、で、浸透力がすごいので気に入ってます。みずみずしいねんけど、すごい浸透力がね、もちーっとする感じ。これはちょっとだけお値段がするんですけど、これアットコスメで買いました。でもマジですごいです。これは本当に毛穴に特に効いたなって感じた化粧水でした。次、美容液部門に行きたいと思います。まずはじゃじゃーん、これです。サンローランのオールジュユイル N です。これね、実はオイルなんですよ。導入美容液って思ってくださったらいいですって言って購入したんですけど、こんな感じでラー油みたいな可愛いね、ラー油みたい。まあオイルなんですけど、ベトッとしすぎずにあっさりした感じやねんけど、でも保湿力も高いし、プラス化粧水の浸透力をすごい高めてくれるので、次に塗る化粧水の効果がもっと上がる感じ。そう、それをすごい実感したので、めちゃくちゃいいなと思って。で、匂いもね、まあ、さすがサンローランなので、めちゃくちゃいい匂いです。あと、まあ一つポイントとしたら、私いつもラストのクリーム塗る時とかにこうハーバーとかオイルを混ぜてるんですよ。その方が朝まで保湿力もすごい高いし、私は特に乾燥肌なのでそういうやり方をしてるんですけど、この導入美容液がオイルなので、化粧水の前の段階でしっかり保湿されるので、そこもいいポイントだなと思います。マジで一回騙されたと思って使ってみてほしいです。お値段はやっぱりちょっと高くなるんですけど、でもその分ね、本当に多分効果実感できるんじゃないかなと思います。次は美白系のオイルです。じゃじゃん、ナンバーズインの5番です。くすみさよならセラムって言います。こう本当にいいし、くすみとかも飛ばしてくれるのはもちろん、ビタミンが入ってるので栄養が入った感じもするし、保湿力もね結構高いんですよ。ほら、まあ、美容液本来こんな感じの、このね、ジェリー状みたいな感じでさーって浸透されて、乾燥も防がれるし、あとまあもうトーンアップ、まあ、くすみがなくなるような感じがします。で、なんかビタミン系の美容液とかって刺激が強いんじゃないのって多分思われる方も多いんですけど、これね結構ね刺激弱いタイプだと思います。すごくね、肌が荒れるってことも全然なかったし、肌が荒れてる時に使っても悪化することもなかったので、これねすごいね、ビタミン系、まあ、くすみ系の美容液だとすごいおすすめやなって思います。次はレチノール系ですね。初のユースラディアンスビタチノールセラムですね。こんな感じで、チュチュン、こんな感じの、ちょっとね、クリームっぽい美容液になってます。でもね、匂いいい感じなんよ。ちょっとね、ゆずじゃないけど、うん、いい匂いがして、これはなんかね、トーンアップにすごい効果的だった。毛穴っていうより、すごい私はトーンアップされたかなっていう気がして、良かったです。でも初のレチノールでした、私は。で、他のレチノールも試してみようかなって思ってる最中なんですけど、結構ね、これはね、毛穴っていうよりかはトーンアップ効果がすごかったかなっていう意味で
レチノール部門って言ったらいいかな、まあ、選ばせていただきました。クリーム部門ですね。クリームに行きたいと思います。ラロッシュポゼのエフェクラ H クリーム N です。これヒヨンちゃんにおすすめされて買ってみたんですよ。そしたらめちゃくちゃ良くて、これ以外最近使ってない保湿クリームはっていうぐらいすごい良くて、私ラロッシュポゼはスキンケアこれが実は初めてだったんですよ。トーンアップクリームとかしか使ったことなくて、保湿クリーム系は初めて使ってんけど、めちゃくちゃ良くて、もうなんて言ってもね、クリームがもっちーってしてるんですよ。ハンドクリームみたいな感じのクリーム、すごいいい。このテクスチャー伸びもめちゃくちゃいいし、保湿力もすごい高いし、まあ、私が一番気に入ってるのはでも保湿力がすごい高いところですね。塗った後もなかなか乾かないので、塗ってその後朝、まあ、作業してても全然乾くことないし、これを塗って夜寝て朝起きてももっちりしてるっていう保湿力が高いところがすごくお気に入りです。で、肌がちょっと揺らいでる時でも全然荒れたりもせんし、敏感肌の方にもいいんじゃないかなって思います。パックですね。パックはまあ、いろいろ個別包装になって一個一個になってるやつはいろんなものを試すので、今日紹介するのはボックスタイプのパックで、ルルルンです。フェイスマスクルルルンプレシャス G、 これがそこ見えた、もうなかった。でももうあと1回分ですね。これ毎日頑張りましたって書いてる。ルルルンは私多分当初の YouTube で結構パックはルルルンっていう多分イメージがあると思うんですけど、それぐらい昔から結構ルルルンは使ってて、一周回ってもやっぱりこの新しいシリーズのこのバランスっていうやつがすごく良かったです。で、ボックスタイプでモニタリになって感じるのがやっぱり保湿力、個別で売ってるやつと比べたら全然違うというか、やっぱそこがちょっと劣るというか、だからボックスタイプってやっぱ朝しかあんまり使えないイメージが私の中ではあるんですね。すぐ乾いちゃうとか、シートの浸透力が悪いし、美容液も少なくてすぐ乾いちゃうとか、そういうのがあったんですけど、このルルルンは結構1枚1枚シートがすっごいひたひたなので、夜使っててもすごい十分なケアをできるというか、満足度がすごい高いです。結構さっぱりもしてるので、朝メイク前とかに使うのもおすすめですし、夜保湿力たっぷりでパックしたい時に使うのもおすすめです。ボックスシートの中では結構ルルルンが保湿力も高くていいんじゃないかなと思います。で、ここからはちょっとまあ軽くリップとか、あとヘアオイル系を紹介したいと思うんですけど、まずリップケア、ヒンスリップスクラブってやつなんですけど、これは私が、夜べったりアリタウンのジンジャーシュガーをすごい塗りたくって寝るので、朝これでこう洗顔の時にスクラブするんですけど、これねツル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 してくるんですよ。スクラブって結構ちょっと痛いイメージ、たまにねピリッてするやつとか出会うんですけど、これはね柔らかいし伸びがすごいいいので、少量でもバーって伸びてくれて、洗った後ほんまにチュルチュルになります。いろんなスクラブ好きやから Amazon で頼んでみたりして、いろんなやつ試してみたんですけど、今はこのヒンスがお気に入りかな。確かにね、顔向けとか全然知らない。そうでしょ、うん、そう、ずっと顔向けしてましたもんね。ずっと顔向けしてたやっぱリップケアちゃんとしたらいいんやなと思って、まあ、朝もこれしてるし、夜もちゃんとリップマスクして寝てるので、顔向けがほんまになくなったよね。で、ヘア系いきます。ヘア部門、ヘアトリートメントから紹介します。じゃじゃーん、コスメデコルテのリペアスムーストリートメントコンディショナー、これめっちゃいい。これでも最近気づいて、なんでこれに知らんかったんやろっていうのがあって、最近髪綺麗な友達が私の周りに多くて、代表がヒヨンなんですけどこれ髪綺麗な友達にね、なんか誕生日でもらって使ったらすごい良かったみたいなのを聞いて買いに行ったんですよ。そしたらこれ2種類あるみたいで、しっとりか5月期を抑えるタイプかみたいなのがあって、私はしっとりタイプを選びました。これは普通にシャンプーした後にこうウォータートリートメントみたいなのをして、その後にこれやって、でちょっと5分ぐらい置いてから流してます。めちゃくちゃいい。匂いいいのはもちろんやけど、洗った後に髪の毛バッてタオルで拭いてて気づきました。あ、全然触り心地が違うと思って。で、これのなんか導入トリートメント、ウォータートリートメントみたいなのもおすすめされて、なんかサンプルいただいたんですけど、それもすごく良かったので買ってみようと思ってます。次はじゃじゃん、ヘアオイルです。これフローラノーティスジルスチュアートホワイトスノードロップリペアヘアオイルなんですけど、これね匂いもいいしめちゃくちゃ良かったです。
と私はもうね、結構ヘアカラーを繰り返してダメージヘアなので、ダメージに特化したあのヘアトリートメントをがお気に入りなんですけど、これはね、匂いもいいし、すごい髪のまとまり具合も良かったのでおすすめで、これ香水もあるんですけど、香水もね、気に入って使ってます。ジレスチャートはヘアケア商品も、あとボディクリームとかもすごいいいものが多いので、ぜひ一回ジレスチャートでヘアケアを見てください。はい、ってことで今回はベストコスメスキンケア編を紹介したんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。なんか気になったやつとかあればコメントで残してください。はい、バイバーイ。